じゃあ今日はね、はい、やっぱり片野といえば、はい、あの何でしたっけ、七夕の織姫彦星の、はいはいはい、とか星の町片野なんで、そうですね、星の町ですね。今回ね、星田妙見宮っていうのをね、はい、が一番星田妙見宮ちなんだ、はい、あ、ほんまや、とこやと、ここ、はい、いう説が出てきたんで、ほら、はいはいはい、馬形の石あったり、あ、はい、そ、馬形の石と星はなんか関係あるんですかね。関係ないんですけどね、これ相当おしゃれですよ、この、いや、ほんまですよ、この感じ、あ、すごい、あ、すごいすごいすごいでしょ、いや、いいですいいですいいですよ。で、あ、ほら、書いてる、はい、七夕伝説、あ、ほんまや、七夕伝説といえば、はい、星降る伝説、書いてます、お、織姫、書いてます、彦星、はい、これがね、型の平型で再現されてるということで、はい、なるほどなるほど、これは妙見信仰伝来と、あ、すごいすごい、もうね、これざーっと読んでもらいましょうね、説明してくれてるんですね、イラストで分かりやすく、はいはいはい、あ、これ結構大きいんちゃいます、ほんまや、これやばいっすね、これはこれどっかで区切りつけて、今来てのお楽しみみたいにせんと、豊臣なりとかありますね、これあら、えらいもん見つけてまいりましたね。ややこしいですね。豊臣稲荷、豊政、豊玉。はい。なんか美味しそうですね。美味しそうです。豊玉ね。はい、滝まである。お、ほんまや。これすごいんちゃう？ここのほら、ま、ど真ん中にこれ。お、これ真正面に滝が出てくるっていうこと？はい。はい。いや、どうしましょう。これちょっと、10分しかないんで。距離感もちょっと知りたいですけどね。そうですね。はい。あ、ほんで星田降臨伝説とか。あ、ほんまや。いろんな伝説をイラストで分かりやすくね。はい。あ、これ、肩の下すごいですね。すごいすごい。鳥までちゃんとほら。お、ほんまよ。ねえ、青ゲラ言うてんのに頭赤いっていう。はい、あ、何が青なの、ね、頭赤鳥とかだと分かるんですけど。はい、赤頭鳥とかね。鳥とかね。はい。ヘッドレッドバードとかだと分かるんですけど。はい、英語はね。ちょっと見た目と名前違いましたね。はい、あれ、小松神社になってる。あれあれ、まあ、どういう神社がね、何個か併設というのはようありますから、はい、わ、すごいすごい、わ、これいいじゃないですか、この道、ここかなりいいですよね、待って待って、え、ほら、隕石落下記録、あ、やっぱ落ちたの、落ちたんですか、隕石が、そうちゃいます、え、ほんなやっぱ先の岩とかも全部隕石なんちゃうんですか、やっぱりあれは隕石じゃないじゃないですか、そうなんですか、どうなんやろ、宇宙の神秘を感じてください、え、これちょっと待ってくださいよ、はいはい、我が国の隕石落下記録上2番目に古いとされる星の降臨によってこの山の大部分が吹き飛ばされなんちゃら型になっています、はい、山を登りながら当時の衝撃の凄まじさを宇宙の神秘を感じてくださいってこうなってるんですよ、見てください、 か、はい、かわいいかわいい、星が落ちてダーンってなってます、パーンってなった、はい、ちょっと簡単なイラストですけど、ね、すげえすげえ、これはやっぱでも登った方がいいってことでしょ、要はまあ確かに、かもうこれ動画を見て、はい、ぜひここはほんまに、そうですよね、来てのお楽しみにするかね、はい、はい、僕らとりあえず滝ぐらいまで行きますか、ね、そうですね、まあちょっと距離感わからんから、あれ滝が5キロ先とかやったらやめましょうねあ、なんかでもほんまに隕石落ちた形跡あるんすかね、あるんじゃないですか、え、なんすかこれ、どういう意味ですか、はい、こういう、はい、こういうやつみたいですね、あなたの守護星をご存知ですかって、ほら、生まれ年によって、はい、守護星が違うんですか、あるんですって、昭和58年でしょ、昭和米安がどこですか、58年これ、はい、えイノシシの、はい、イノシシ、巨門、巨門、巨門星、巨門星、巨門星、あ、違う、古門、古門城って読むんですって、破軍、破軍、破軍、かっこいいですね、破軍、破軍、え、これどういうこと、本名
まあこんなんはね、うん、そうですね、そんな言い出したら同じようなこと何万人おんねんいう話になってくるんで、それ7個に区切るなよ、はい、今ちょっと夢中で見ちゃいましたけど、はい、見ました、はい、まああんまりあれなんで、ね、そうですね、そういうのは関係ない、もうちょっとパッと出てくるやんね、そんなん言い出したら同級生全員同じ人生かってなってくるんでね、なりますよ、ね、その小学校全部同じ人生の人かってなってくるんで、はい、そうそう、同じ学年はね、はい、あら、なんかもうめちゃめちゃいいじゃないですか、はい、ここすげーすげー、1日コースですよこれ、すげえ、これはほら親子杉参道って、これ親子杉ってあって、はい、見どころ満載すぎます、ここ、ま、あ、これ親子杉、はい、はい、の参道上分かれてるからでしょうね、はい、まあこれ参道に分かれてるんで、トライ用によっちゃ毛利の、はい、毛利のなんちゃら杉みたいなのでもいいかもしれない、ネーミングとしては、ただここ毛利関係ないから、はい、親子にしたと、はい、で、この鳥居があって、はい、うわ、鳥居ね、はい、うわ、あの上も行けるんでしょうね、上まで行けますね、相当上まで行けますよ、行かへんけど、あれですね、はい、隕石って落ちたらまあ結構な大変じゃないですか、でも星って言っちゃうとどうしても可愛いイメージになっちゃいますよね、確かにね、にね、まあ、厳密に言うと岩なんですけど、はい、あれ滝のイラスト的には僕の滝のイメージこの辺やったんですけどね、はいはい、この辺まだ遠いですかね、でもこの先進めそうにはないんじゃないですか、はい、ないですか、あれちゃいます、あ、ちっちゃい滝があるだけですかね、滝の音でも聞こえてこないですよね、聞こえてこないんで、はい、もしかして、はい、今日は休み、これはこれで、これ何、なんかの舞台みたい、えまた説明がないのがあ、なんかあれイベントでやるんちゃいます、そういう踊りみたいな、はい、はいはいはい、あ、これですよ、やっぱりほら、うーわ、ちょっと落とす、うーわ、ちょっとだけ落としてます、すげえこれ、はい、神秘、あ、なんか、あ、水も、はい、明星水、おもうちょろちょろですね、で、昇り竜の滝、いえ昇り竜の滝、あ、なんかちゃんと書いてますよ、はい、書いてます、ペルセウス座流星群の南野の隕石があって、はい、はあ、はあ、あ、ここも隕石、はい、で、滝はこれなんか、あれですね、もっとすごい滝見てきたからちょっとちょろちょろ、これ先に見とくべきですよね、そうですね、はい、で、ここを多分上がっていけば、はい、さっきいろいろ書いとった、あ、隕石の跡なんかも見れるかもわかんないですね、はい、っていう感じですか、ですか、あ、だいぶほらやっぱ上、あれなんか建物あるわ、はい、あれあそこに建物ないですか、あ、隙間、あ、なんか見えますね、なんかあるでしょう ね、 ね、はい、ただもうちゅうか、あの神社のお堂みたいな、本堂みたいなのがないじゃないですか、上にあるんちゃいます、上にあるんでしょうね、きっと、ほんで、星のブランコもそうなんですけど、はい、ちょっと一日で星ブラからのここブラって結構きついと思うんで、はいはい、いやこれ2日コースですねだって泊まりですね、星のブランコ歩いたら、あの今の山道見たら、はい、多分行こうかってなる人おらんと思うんで、いや、ベアも行こうか重かったでしょ、重かったです、重かったです、どっちかで絞った方がいいですね、はい、はい、ハグン帽子、あ、僕ここですやん、多分、お、僕ここですよ、え、そうなんですか、はい、っていう感じ、はい、で、ここはもうほんまに、どうですかね、まあ、2、3時間は枠開けといた方がいいですね、あ、そうですね、来るならね、はい、もう僕らは、その、はい、来た時のお楽しみのために、はい、もう行きたいけど行かないんで、上まで、はい、はい、っていう感じで、明日の動画もお楽しみに、はい、お楽しみに。